構成を僕やってたんですね。だからそこのライターをやってたんですけれども、あのディレクターが声が良さそうじゃないということでナレーションをやるようになって、CM の声をやるようになって、それがあの、まあ、ラジオに繋がったっていう経緯なんですけど。そうなんですか。ではここであの実はあのスタッフの皆さんからちょっとあのこの番組の紹介を、あの僕がラジオでやってる風に、あのお願いされたのでちょっとお願いします、よろしいですか。あの有名ですもんね、あなたのそれはね。いや、とんでもないです。じゃあお願いいたします。Welcome to Tetsuko's Room, Japan's foremost TV talk show that has been broadcast over 12,000 times. 1976年から放送が開始された徹子の部屋、今年で49年目に突入。ドイツ司会者によるトーク番組の最多放送として3度ギネスに認定されました。司会を務めるのはもちろんこの方。好きな食べ物はアイスクリーム。それではご紹介しましょう。 The host of the program, 徹子黒柳。おーこの感じで36年分かるんですけど、目がこうなんかシュワシュワしたことないですかね、日本語と。あ、そうですね、まあ結構Thank you.
晩年アメリカに住んでいらしたんですか。そうですね、まあ、晩年妹がずっとロサンゼルスの方に、住んでいまして、で、まあ、妹と妹 の、 まあ、ご主人と僕の義理の男になるんですけども、一緒に、ロサンゼルスに住んでいて、で、なんかおふくろはもう前からやっぱりすごくそのロサンゼルスっていうね、華やかな街に住みたいっていうのがあって、まあ今からだと、そうですね、17年ぐらい前かな、アメリカの方に移住しました。そうですか。そうですね、2021年9月に亡くなりました。じゃあ、最後お会いになれなかった。そうですね、最後は会えなかったんですけど、でもやっぱりまあ、コロナ禍の間ですごくこのズームだったりとか、リモートで。そうなね、はい、この頃リモートがあるのね。そうなんです。なので、娘は2020年に生まれまして、母親、に店にアメリカにはちょっと行けなかったんですけれども、でもズームで何回か娘と母親を会わすことができたんで、まあ、それが良かったなと思います、ね。まあ、孫ですよね。うん、そうですね。なんとおっしゃって。